はい、どうも、しんのすけです。はい、昨日ね、YouTube の撮影でちょっとまあ朝からね、外に出てたんですけど、なんかちょっとモチベーションが上がらないというか、なんかちょっとやる気が出ないなみたいな状態で、撮影に向かったんですけど、夕方の6時ぐらいにね、家に帰ってきて、そのままね、布団に直行して倒れるように眠っちゃってね、気づいたら、今日の朝でした。はい、なんかちょっとモチベーションが上がらないなとか、やる気が出ないなって思った時って、体ではあんまり感じてなくても、実は睡眠が足りてなかったりするんだなということに気づきました。はい、ということで、今日はね、告知の動画になるんですけど、タイトルとか、サムネにもある通り、オフ会をね、開催しようと思います。はい、先週の土曜日だったかな、5日前ぐらいにライブ配信だったりとか、SNS の方でもね、告知したんですけど、まだね、2人の方、しか集まってなくて、はい、参加をね、申し込んでいただいた方は本当ありがとうございます。はい、なかなか参加者集まってない状態なので、ちょっとこの動画でも改めて、告知させてください。で、早速ね、会の詳細なんですけど、日時が4月5日水曜日の、夜7時から。場所は、銀座新橋周辺の紹介制スナックで、会費が4000円で、ドリンク2杯と、スナック付きという形になってます。本当に日時がすごく急なところもあって、そんな急に言われてもいけねえよみたいな方も多いと思うんですけど、帰国自体もすごく急に決まったっていうところもあって、あとはね、国内でのスケジュールもなかなかちょっと東京周辺にいられる時間が短いっていうところで、はい、急遽ね、このスケジュールとさせてもらって、本当に申し訳ないなっていうところではあるんですけど、はい、でね、場所も銀座の紹介制スナックっていうことなんですけど、ちょっと敷居が高いように感じるかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、僕 の, アフリカつながりで知り合った友達 の, マサヤくんっていうね、人がいて、25、6歳の男の子なんだけど、その人がちょっと前にね、銀座にスナックをオープンしまして、はい、で、スナックっていう名前なんだけど、実際はね、コミュニティで使うようなスペースだったりとか、実際にね、友達とかが遊びに来て、ちょっと飲んでいくみたいな、場所みたいな感じで、コミュニティというか、そのつながりみたいなのを彼はすごく意識して多分やってるのかなという感じで、いわゆるね、その皆さんが想像するようなスナックとは、ちょっとやってることは違うと思うんで、そんな堅苦しくなく、なんかラフにね、カジュアルに楽しめる場所なんじゃないかなとは思います。で、あと会費はね、4000円という形で設定させてもらってるんですけど、これはね、まさやくんの方からこれでお願いしますみたいな感じで、場所代っていうことでね、やらせてもらっていて、ちょっと飲みに行こうっていうには、ちょっと高めの設定にはなってるかもしれないんですけど、僕自身がお金のために、お金集めるためにやってるわけじゃないんで、そこはね、了承いただけたらなと思います。はい、で、詳細が、こんな感じになってます。で、このオフ会をやろうと思った経緯みたいなところを、軽くお話しさせてもらうと、やっぱりね、こうやって YouTube で情報発信っていう活動をしているんですけど、ずっとその視聴者さん、これを見てくれてる人と、交流する場所を作りたいなっていうふうに思っていて、やっぱりね、一方的に動画を作って発信して作って出してみたいなことをやってるだけだと、やっぱどうしてもなんかね、作業みたいになっちゃっていて、コメント欄とか SNS とか、あとライブ配信をやってたりとかっていうところで、できるだけ見てくれてる人と交流する場を作ろうっていうのは意識してはいるんだけど、この見てくださっている人がどういうところが好きでとか、どういうところが嫌でとか、あとこういう動画を見たいとか、そういうものを僕が、話を聞いたりとか、逆に僕自身がどういう思いでこの活動をしているかとか、ケニアのこういうことがあって、それについて、僕はこういうふうに普段思っているよとか、そういうところをね、なかなか動画では話せないようなこととかも、コミュニケーションという形でいろいろこの交流させていただけたらなっていうのは常にね、思っているので、
まあ、今回、まあ、帰国が決まったということで、ちょっとこういう会を開いてみようかなと思った次第です。はい。まあ、この名前もオフ会っていうと、まあ、ちょっとハードルが高く感じてしまう人もいるかなと思うんですけど、まあ、なんかそのいわゆるインフルエンサーとかみたいな人がに会うための会とかっていうよりは、むしろなんか僕自身がなんか交流する場を作りたいっていう会なので、まあ、なんかオフ会っていうよりもなんかお茶会みたいな感じのノリでなんか集まってくれたら嬉しいなというふうに思います。まあ、なんでね、まあ、今回スナックっていう場所で、まあ、僕はお酒を飲むし、まあ、皆さんでね、もちろんノンアルでもいいんですけど、まあ、なんか軽く飲みながら軽くお話ししたいなっていう感じなので、まあ、そんなに気張らず、うん、できたらなと思ってます。はい。まあ、実際そこで何やるかみたいなところも全然決めてなくて、まあ、決めてこいよって話なんですけど、まあ、なんか逆にね、なんかこういうことを話してほしいとか、まあ、こういう催しやってほしいみたいな、なんかそういうリクエストみたいなのがあれば、まあ、気軽に教えてほしいなというふうにも思ってます。はい。なので、まあ、なんかどういう、目的で参加してもらっても全然いいなと思っていて、まあ、なんかね、普段 YouTube とか動画とかで話せないよう なんかプライベートの内容だったりとか、あとはなんだろう、 YouTube のこの運用の仕方のこの、まあ、なんかちょっと仕事っぽい話とかビジネスっぽい話とか、あとはまあアフリカのことについて話を聞きたいとか、まあ、そういうなんか情報収集の場として使ってもらってもいいなと思うし、まあ、だから本当に、まあ、何度も言うように軽いノリで、気軽に参加してほしいなっていうのが、はい、僕からのお願いです。はい。ケニアのお酒とか、軽いお菓子とか、まあ、ちょっとしたお土産みたいなのもね、用意していこうかなと思ってますんで、ぜひぜひ皆さん本当に急なスケジュール で週中のね仕込む場所も限られているっていう、まあ、そういう感じになっちゃってるんですけど、皆さんとねお会いできることを楽しみにしてます。はい。あとはね、まあ、この間告知した時に関西でもやってほしいっていう声を結構多くいただいていて、もしかしたら開催できるかもしれないんで、まあ、そこもねちょっと楽しみにしておいてもらえたらなと思います。はい。まあ、ということでね、今回はオフ会かっこお茶会の告知をさせていただきました。今ねもう現時点で参加の申し込みをしてくださっている方にはね、お会いできるの本当に楽しみにしてるし、せめてね、10人ぐらいは集まったら嬉しいなって思ってるので、皆さん申し込みの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、今日の動画は以上になります。ありがとうございます。バイバイ。